ワイザイマイメンです。助け。お願いします。お願いします。さあ始まりましたということで、今日もね暗いんですけども、はい。ですね。今日もまたね都市伝説持ってきましたよ。うん、最近都市伝説じゃなかったよ。いいですね、確かに。どの方向をチャンネル目指してんだろうと思ってました。仰天ニュースみたいになってたんで、うん、今日はちょっとね、はい、不可解なお話というか都市伝説を持ってきました。だということで、はい、よろしければ皆さんチャンネル登録と高評価の方お願いしますということで、早速本日のテーマ、はい、いきます。やります。存在しない国、トレードから来た男。トレードはい、トレードって国ある？そういうことなんですよね。今回紹介するこの都市伝説のテーマは、まあ異世界なんですけども、異世界それもそのトレードから来た男について紹介していきたいと思うんですけども、はい、まあもう早速話していこうか。まずね、トレードってどこなの？どこトレードっていうのは国の名前なんですけど、一昔前の日本でトレードが発行したパスポートを持って入国しようとしたヨーロッパ人がいたんですよね。日本？ただ問題なのは、トレードという国はこの世には存在しないんですよ。そんなことありえます？そうなんです。普通に偽造じゃない、うん、だからこれ気になってきてるね、もう、うん、偽造じゃないってなるでしょで、ってことでこれ早速話していくんですけども、今回のこの事件が起こったのは1957年の7月、一人のヨーロッパ人男性が日本の羽田空港に降り立ったところから始まるんですけど、はいはいはい、ちなみにこれザ・ジャパン・タイムスという英字新聞で掲載されたことで有名になった事件なんですよね。ああ、もう有名なんだ。でこれ話戻すと、その男性は入国手続きを済ますために入国審査官にパスポートを提出するのだが、入国審査官がパスポートをチェックしている時におかしな点に気がついたんですよね、うん、でも何でもその男性が持っていたパスポートにはトレードという国から出国したように記載されていたが、そんな国は世界中のどこにも存在しなかったんですよ。で入国審査官は偽装パスポートだと判断して男性の入国を拒否。でところが男性はその判断に大激怒して、自分の母国を知らないどころか入国を拒否するとは何事だって怒り始めたんですよ。でさらにその男性は、自分は国際的な会社に勤めていて日本に来るのも今回で3回目だ、今まではこんなことは一度もなかったって言ったんですよ。でそして過去の海外渡航歴を確認してみると、本当に日本の出入国スタンプがあったらしいんですよ。はい、それもじゃあその2回もトレードで通って、で、こっからね、男性めちゃくちゃ奇妙な証言が続いたんですよね、うんうんうん、だからこの入局を拒否された男性がすっごい勢いで怒るんですよね、うん、だからもう入国を拒否した審査官はその自分がトレードっていう国知らんのかなみたいな。まあそうだよね、うんうんうん、こんだけ言ってくるってことは、うん、ってことで同僚とか尋ねたの、うん、これお前知ってるみたいな、うん、トレードただ誰一人知らなかったんですよね、うん、一番知ってる人は知らない。不安になるやん、こんだけ言われたら俺だけかなみたいな。いやなるよ。で確認したけどな、誰も知らなくて、で一個これどうしようかなってなった時に思いついたのが、世界地図を指させるってことだった。ああ、はいはいはい。だったらまあ分かるんじゃないか、うん、ってことで、入国審査官がその考えついたその方法で、はいはいはい、その審査官は別室から、世界地図持ってきて、トレードを指で指してよって、じゃあ、うんうん、どこか分かんないんでごめんやけどって言って、うん、それで一方で大激怒中だった男性もその指示にはおとなしく従って、はい、トレードを指で指し示そうとするんですけども、はい、男性の指はスペインとフランスの国境を行ったり来たりしてたんですよ。行ったり来たりおーみたいな、おお、この辺みたいな、この辺みたいな、うん、おかしいですよね。ここって言えますもん、日本だったら。こっからなんですけど、このそして男性はこの地図には別の名前で記載されているって言ったんですよ。そこで入国審査官は、名前はひとまず置いておいて、うん、場所だけでも教えてほしいって言ったところ、うんうん、男性はアンドラ公国っていう場所を指し示したんですよね。アンドラ公国っていうのはスペインとフランスの国境の中心にある国で、うん、そのバルセロナから、北に 200km ほど行ったところにあるんですけど、
総面積があの東京都ぐらいの小さな独立国家なんですよ、はいはいはい、ありますね、なんかちっちゃいがここみたいな。そうで、そしてでも最初はトレードのことを知らない入国審査官に対して怒っていたそのヨーロッパ人も徐々に動揺し始め、証拠品としてトレードが発行した運転免許証や通貨も提示したんですよ。トレード、じゃあ言語なんなのみたいな、これ喋れんのみたいな、ね、これ公用がフランス語らしいんですよね。ほう、国以外は全くおかしいことはなかったんですよ。あー、なるほどね。どこにあるか以外は。ちなみにその男性はその日本語を喋ることができたそうなんですけども、母国語はまあフランス語っていうことで。なるほど、はい、そして男性はその自分の身元を証明する方法の手段の一つとして、あの自分が会う予定だったその取引先の会社とか宿泊予定のホテルの、予約表を提出するんですよ、まあ、海外行く時あるやん、うんうんうん、そうだよね、うん、仕事で来てんだもんね。そうで、試しにその入国審査官が電話をかけてみたところ、取引先の会社は本当にあったんですよ。え、ほう、ちゃんとじゃあ分かるじゃん。だがそんな男性は知らないって言い切られたんですよね。ええ、そしてホテルについてはそもそも存在しなかったんですよ。もう気持ち悪い、気持ち悪いですよね、気持ち悪い。でこれ最後にね、もうこれ一番大きな謎がここで起きたんやけど、うんうんうん、まだ入国審査を始めてから8時間以上が経過し、かなり結局どれだけ証拠を提出されても男性が持つパスポートでは入国は認められないっていうことになったんですよ、うん、ただ送り返すのにもトレードという国がないもんですから送り返すこともできないし、日も暮れてきたからひとまず男性を空港側が用意した宿泊施設に監視付きで、はいはいはい、泊まらせることにしたんですよね、うん、なるほどね。でもうマジでこっからクライマックスが始まるんですけども、なんだ。そしてこれ新たな事件が起こったのは翌日の朝で、空港に戻る約束の時間が近づいてきたから監視員が部屋を訪れてノックしてみたところ、何も返事が返ってこなかったんですよ。あら。でホテルのレストランで夕食を済ませ、部屋に入るまでは監視員がちゃんと確認してたし、なるほどね、その後は部屋の出入りはなかったっていうんですよね、うん、でそして監視員はホテルに事情を説明し、マスターキーで解錠してもらい、中に入って確認したところ、男性や男性が持っていた荷物すべてが消え去ってたんですよね。ほー、え？なくなってたの？で、どこに？で、そこまではまあまあまあどっかに逃げたとかいるんですけど、そして監視員は上司にそれを報告するために空港に連絡したんですよ、うん、すると空港側で異変が起きてて、うん、なんとトレードから来た男性に関する資料や調書が全て失われてた。待って、めっちゃ鳥肌。なんで？怖っ。なんで？なんで夢みんなが見せた。この話は以上で、このまま未解決事件になったんですけども、まあ偽装パスポートの事件だったんじゃないかって言われたら、まあそうなんやけども、ちなみにさ、トレドっていう国はさ、後にもない、先にもないです。ないないんだ。ないです。え、じゃあこの世界じゃない人っていう、だからその異世界迷い込んで、だから果たしてその彼が何者だったのか、果たしてそのトレードっていう国はもう異世界なのか、確かに信じるか信じないかはあなた次第ですっていうこと。服装とかは普通だったの？普通の人やね。だからその国の場所以外は何の変哲もないんですよ。えー、怖っ。なぜ？いや、その人だけがいなくなったらまあ逃げたんかなとか思うけど、う、書類なくなってるんでしょ。それはまだ別の問題だけどな。気持ち悪い。なんで、はい、っていう、なんかもうちょっとマジでよく分かんなくなっちゃうようなお話でしたね。うわー、ちょっと一番気持ち悪い終わり方ありますか。ありますか。結論。あ、僕ですか。僕がやります。トレンディエンジェルのもう一個のハゲてない方、名前わかんない、流行ってるけどな、どっちも。たかしか、たかし。
監督、監督とこの過ごした3年間、本当楽しかったです。